はい、それでは出演者さん全員集合です。では一人ずつお名前と本日歌っていただく曲をお願いします。はい、菅原美奈です。今日は、3分の1の純情な感情と紅を歌います。よろしくお願いします。C4 の朗読春です。今日はザ・イエローモンキーさんの太陽が燃えているを歌います。よろしくお願いします。はい、ミューミューです。今日はラルク・アンシエルのヘブンズ・ドライブを歌います。はい、星野美玲です。今日はトゥルーブルーとグロリア2曲歌わせてもらいます。よろしくお願いします。はい、佐藤誠希です。今日は佐島さんのスミレ・セプテンバーラブを歌わせてもらいます。よろしくお願いします。はい、桜井です。今日は翔也さんの限界ラバーズを歌わせていただきます。よろしくお願いします。はい、石川あやみです。本日はペニシリンさんのロマンスを歌わせていただきます。よろしくお願いします。富永ゆりです。今日はロルク・アンシェルのステイアウェイを歌わせてもらいます。よろしくお願いします。はい、それではトップバッター菅原美奈さんからです。お願いします。今から3分の1の純情な感情を歌います。聴いてください。Thank you.
は最年長高校2年生16歳おさみこと佐藤誠希です。よろしくお願いします。はい、今日はね、しょずなさんのすみれセプテンバーラブを歌わせてもらうということで、ぜひ皆さん聴いてください。それではミュージックスタート。
用意してもらっちゃいました。ありがとうございます。では聴いてください。ラルクアンシエルのヘブンズドライブです。お願いします。
にちは。メトロポリスの赤色担当中学3年生14歳のユリスこと富永ゆりです。ユリスって呼んでください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、みゆみゆちゃんに引き続きラルクアンシェルを歌わせてもらうんですけど、今日は自粛となんだっけ、対義語のステイアウェイを歌わせてもらいます。すごく緊張します。それでは聴いてください。 Stay away。
さんの太陽が燃えているを歌いたいと思います。聴いてください。Thank you.
登場、こんにちは。誕生花が桜井千佳大好き、小学5年生、いつも間違える、小学6年生の桜井ゆずです。よろしくお願いします。はい、今日は翔也さんの限界ラバーズを歌わせていただきます。皆さん、声は出せないけど、たくさん楽しんでください。それでは、盛り上がっていきましょう。
出方間違えた。こんにちは。ありがとうございます。中学1年生中3歳橋野美玲です。名前呼べないんだね。よろしくお願いします。はい、今日は2曲歌わせていただくんですけど、はい、まず1曲目は、トゥルブルーを歌わせていただきます。よろしくお願いします。Okay.
なんとか2曲最後まで歌えてよかったです。ありがとうございました。はい、それでは以上、星野美玲でした。まだまだ盛り上がっていきましょう。 See you。 あ、言えないじゃね。バイバイ。27日にもソロに出るので来てください。